感じで決まってんでね。で、やられないようにやったら、本当のことですから。だから、喧嘩の行動にやってたけど、来たらできるよって。できるよって、そういうふうにやったらね。こうやったんだけど、彼女は次来るときは力を抜いて、ね、だから、来たときにはこう、ほら、出てくる。それができますよ状態で喧嘩をやらないといけない。じゃないと喧嘩の形だけになっちゃって、それが分かってないから、あの彼がこうやって、こうやって次来て、やられちゃったって言っちゃったら分かりな、始まんないから、来るんだよっていうことを、来てもいいよって、来ても来たら、そういうことですね。まあ、それを意識して、喧嘩を。これが反撃があるから技が次の技がするんですよ。じゃあ簡単なのでね、じゃあ一挙こういうふうに、じゃあいいや、正面打ちでやろうか。いつも正面打ちやってるから、で一挙スーッと倒すからね、あいいよ、どっちでもいいや。でこう来てさ、彼倒れる役目だから倒れていったんだけど、はい、これちょっと鳥の人が途中に止めて、こう行くじゃないですか。そしたら、もう反撃来るんだよね。反撃来るからこう行く。反撃を利用してってから、反撃のこう、ここ止めたら、なんかやって。そう。反撃じゃないと、これ止まっちゃってちょうど終わりなの。わかる。反撃、こう来て、これと、そうしたらやられてるんだね。いいね。で、こう来てさ、この反撃があるから。いいよ。あ、いっちゃう。今で僕らの。こういうふうに回ってたよね。だから、こういうふうにやると思うな。なんだろう、反撃があるから技が成立する。こういうことやったら。すごく、手の役目大変だし。難しいんだけど、あの、ちょっと、途中から止める。そうすると、例えば、俺が、一例をやるね。じゃあ、こう来た、そしたら、来た、で止めたらね、止めたら、こっちを押したら僕は逃げる。こうなる。例えば、押せば、だから押したら行きますね。これこうやって押していっちゃったら、彼は向こうに逃げて、ありがとうってラッシュって言われてるんだよ。押しちゃいけないとか、下落とせとか、捨てろとか、いろんなこと言われてると思うんだけど、それ、意味があってさ、その反撃が想定されるんだよ。例えば押せば逃げる。ね、それから、正面に行かないで、ずれればぐるっと回して、そうなるわけだ。だから鳥の人はこうやってやっても完全に反撃してって、それで反撃できないよ。ちょっと一回止めて、一回正面打って、こう来て反撃して、こう来たらこうみたいな、ちょっと止めてもらって、鳥の人が止めてもらって、で、攻撃をしてもらって、攻撃に対応した技をちょっと考えていけないでしょうか。次はじゃあ、塩投げね。塩投げ。いや、いいよ、俺近づいてる。じゃあ、塩投げは、それやるよね。いや、普通に塩投げやっちゃう。そしたら、例えばね。だから、こうやられないように、完全にして、あ、止まって、どっかで、今、そういうふうに、ずっと止まってる。ほら、もうずっと待って、止まった方がいい。で、こう止まるよね。で、僕が反撃するの。僕の反撃する方法は、こう逃げるか、こう回ってきて、後ろもらうか。いろいろあるよね、方法。ここ固めといて、逆にもらうか。そういろいろ方法はあるんだけど、止めて、やられないようにしとくの。でも止める。で、止めて僕はやろうとするんだけど、できないでそのまま落とされちゃったって。なんかやろうとしたら、この手を利用してやるとかさ、いろんな方法あるんだけど、落としたとかいろいろあるんだけど、これも
大きさで大きさで。だけど止められた。で、反撃が来るよ。こういうなんかないとか。来るよ。来るのを逃げて、そう。それでパッとこうやって来るとかさ、そうそうそう。そうやられちゃうわけです。さっきと同じだけど、今度は絞ってきて、こうやってやって、こうやって、来ないよ。これ例えばさ、こうやってこれが甘かったら、手をぎゅーって返してこうやられちゃうのか。バーンってやったんだけど、これ手が甘かったら今みたいになっちゃう。で、伸ばしすぎちゃって、こうやって伸ばしちゃったら、今度彼は利用してこういっちゃって、こうなんかやられちゃうか。なっちゃうんだよね。だから、自分は、ちゃんと、こういうところで。これくらい、こう、来たんだから、こうやって、やだな、こうなってる。こういうことを、そういう言葉で考えて、少しずつレベルアップアップ。相手の反撃を、こう利用、これ反撃、パンくんだよね、普通だったら。こういう位置だったらね。で、腰回してくんだよね。こうやって書いたときはちゃんと手を返しましょうとか、縦に入れましょうとか、こうやりましょうとか、この手が来る、でこれを防いで来てもいいように、でこうならないように、こうやって、で四角に入って落とすとか、そういうことまで考えてるわけです。で、それによって違うから。ちょっとやる人がちょっとこの人ね、そうすると反撃をトライして、君の人は反撃をトライして、で反撃が来た時にちゃんと見てる OK なんですよ。じゃあ小手返しは小手返しは何でもいいや、こう来て入ってきて、この手この手が来るんだよね。例えば一回やって小手返し、そしたら、こう我慢したら、ここに入るとか、で、今、あれやって、なんか、こう来て、こう来たら、こう踏んで、こう踏んで、こう入ってたとか、いろんな対処技じゃないけども、その、なんていうのかな、やるつもりになれば、やるつもりになれば、こう来て、こう来て、いや、ね、こう来て、ちょっと我慢して、一気に開けて、だけど我慢しちゃうって、こう。ちょっと我慢できれば、こう後ろに取れるんで、そのまま投げられちゃったら、これはサービスゲームじゃないけども、まあ、そのアイション、あのゲームなの。だから、お互い切れて、まあ、ちょっと我慢して、こっちからこう回るとかさ、だから、そういう、今度は、手返しやってみよう。同じ。正面振り投げで、正面振り投げで、こうね、一番嫌なのは、こうやっちゃったとかさ、返し技だけど、返し技みたいだけど、受ける人ね、だからそういうことの可能性があるんだよってことを鳥の人が考えてなきゃいけない。だからそうならないよ、ならないようにちゃんと後ろに入って、そうで崩してきて、受ける人がリカバリーをちゃんと正常にしてきて、でリカバリーした時にやられちゃったって、そういうストーリーだから、ね、それをなんていうのかな、最初はそのストーリーを想像してできる力がないよね。来ないよ、絶対会社が来ないよっていうふうにやってたら適当に殺してやってるんで、ね、そうじゃなくて、変なことやったらやっちゃうんだよってこうそういう考えてないといけないよね。あの会社は全然持っていくことないけどさ、こういう人がそれ考えで途中止めてみる、止めてみるからすごいから、ね、何か来るか分かんない、来た、これ来た、ああやばい、来た、やばいから、こっちに、そういう話だよね。それで、やばいから、これ来たらやばいから、後ろに回って、で、下下げて、で起きてきたらすぐ、おーって、たぶんいけないようにやるんで、そういう話だ。じゃあ、ちょっとしよう。
投げたっていうか。